やらないか。アウトラスト実況パート10やっていきます。あとビリーのなんだっけな、ビリーのライフポットの安全装置を無効にしましょう。安全ポットライフポットわいる。ああ落ちた。うお、やめろやめろ。あ待って、私はおもちゃではない。うわ痛え、指ちょん切られてぶん投げられて散々だったこれ。もう畜生、何来てる？ダッシュ、どれだどれだ、これか、ちげえ、ビリのライフポット、これかどれだ、ああやべえ、やこれかちげえ、なんだどれだ、わかんねえぞ、どれだ、あ、いけねえ、ぶん殴られた。ノー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 、やめて。どうすればいいこれ。ライフポットってこれじゃないの？あ、はい、これメモ。メモ。あ、これか？じゃあな、ビリー。じっくりと取ってやるからな。うわっ、ぶん殴られた。いや、痛い、邪魔するな。あー、痛い、うわぁ。痛い。うわぁ。うわぁ。やめて。ああ痛い、あ、ホームムービー、ああ痛い、ああ痛い、ああ指ちょん切られてぶん投げられて叩きつけられて、ああ散々だぜ。出ていけ。なんだあいつはどこ行ったんだ。私の中に入っていったのか。ドキュメントを拾っておこう。ドキュメント、生体形成エンジン室の注意事項。生体形成エンジン室のメンテナンススケジュール。漢字が負傷しないように形態形成エンジンのライフポットは全て生命システムので、毎日点検が必要である。生命システム1、生命維持装置の液タンクの濃縮された酸化ペルフロオロカーボンを、断続的に流して患者の一連の治療を通して入れ替えなければならない。注意、酸化プロフルオロカーボンは麻酔薬も供給しているため供給が遮断されてしまうと患者は激しい痛みを感じ実験を中断してしまう恐れがある。生命システムに、第二研究室のジェネレーターの補助により電源を確保している。1時間ごとに適切な燃料供給を行い、第二研究室のジェネレーターのメンテナンスを必ず行うこと。生命システム3、生命システム1と2が崩壊的な損害を受けた場合、ライフポットの安全装置が作動し技術者が到達するまで極小的な最低限の生命維持機能に切り替わる。安全装置を無効にすると患者が即死することになる。まあ今装置切ってやったからビリーは即死だな。出口へ行こう。あ、足が。出口はどこだ。こっちか。あ、体が重いな。何なんだこれは。ああ、めまいがする。今にも倒れそうだ。ああ、頭痛がする。
出口。あ、めまいが激しい。うわ、立てるか。立てた。出口へ急ごう。これで自由だ。やり残すこともないし、この施設で行われている恐ろしいことの一連もビデオカメラに収めたし、もう私がやり残すことはない。よいしょ。倒れる。苦しい。お家に帰ってあったかいシチューを飲もう。あ、なんだ。うわというわけで終わりましたね。まあ多分さっき黒いのが自分に乗り移ったんで、多分それで自分が今殺されちゃったから、その黒いやつが出てきてあの兵士たちをぐちょぐちょに殺しちゃったわけですね、多分ね。まあなんとかアウトラストクリアすることができました。どうもご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。